フリードリヒ一世は中世西欧のローマ皇帝。並びにローマ王、イタリア王。1178年にブルグント王としても退官。ホーエンシュタウフェン朝初代皇帝で第二代の王。父はシュバーベン大公フリードリヒ二世。母はバイエルン公ハインリヒ九世の娘ユーリと、皇帝ハインリヒ四世の彦にあたる。後世では英雄とされた有な皇帝で、 赤身を帯びたブロンドの髭を持っていたことから赤髭王と呼ばれた。なお、弟のライン宮中博コンラートの娘のアグネスはハインリヒゴ星に嫁いでいる。1147年の父の死により、シュバーベン大公医を継承、1152年に、おじのコンラート3世の使命でローマ王に即位する。シュバーベンは、重邸で、 コンラート3世の次男フリードリヒ4世に与えたが、1167年に彼が亡くなると、息子のフリードリヒ5世に継承させた。即位後は、帝国の混乱を収集するために、本国たるアルプスイ北の諸公に対しては特権を与えて、協調を図った。帝国の宿敵で重帝でもあるベルフ家のバイエルン公権作選考、ハインリヒ思考には、司教助人権を授与し、 さらに1156年には、バイエルン公を与えるなどして和解し、これを収めることに成功した。また、1156年まで、バイエルン公であったバーベンベルク家のハインリヒ、ヤゾミルゴットに対しては、バイエルンからオストマルクを切り離して、オーストリア行領に昇格させ、これを与えることで、バーベンベルク家との融和も実現させた。1154年10月に、 イタリア遠征を行い、翌1155年6月18日に、聖ペテロ教会で、教皇ハドリアヌス4世から退官される。しかし、その後は、イタリア政策に力を注ぎ、そのために政策をめぐって、教皇と1157年から、対立、以後フリードリヒ1世は5回にわたるイタリア遠征を行うこととなり、本国の統治に力を注げなくなる。 1159年に教皇ハドリアヌス4世は死去したが、その後継をめぐって、反皇帝派が推すアレクサンデル3世と、親皇帝派が推す対立教皇をイクトル4世の両者が立ち、18年間にわたる教会分裂が起こった。このため1160年に教皇アレクサンデル3世から破門された。1162年には、自身に敵対するミラノに侵攻して、 同地を破壊、ミラノは皇帝が任命したポデスタにより支配されることとなった。1168年から北イタリアの諸都市がフリードリヒ一世のイタリア政策に不満を持ってロンバルニア同盟を結成するとフリードリヒ一世はこれに危機感を覚えて1174年に再びイタリア遠征を実施するがハインリヒ思考からは援軍を拒否され1176年には レニャーノの戦いで大敗するというありさまであった。同年10月には、アナーニで教皇と交渉し、アレクサンデル3世を正式な教皇として承認すること、マティルデの領土の返還などフリードリヒは、情報を余儀なくされた。そして1177年のベネツィアの和訳によりとし、同盟側と6年間の休戦が実現し、18年間に、たる、教会分裂も終結した。 その後、都市同盟側の内部対立もあり、1183年に、フリードリヒ一世は、都市同盟と、コンスタンツの和訳を締結し、フリードリヒは、都市同盟を承認する代わりに、同盟側に、皇帝の諸権利を認めさせ、イタリアでの問題に、一応の決着をつけた。ちなみに愛称であるバルバロッサは赤ひげを表す、イタリア語であり、 この皇帝がイタリアに注力したことを示すものである。その後は国内政策に力を注ぎ、ローマ帝国内の処方だけではなく、ポーランド王国、ハンガリー王国及びボヘミア王国に対しても行われた皇帝権威の主張、オーストリアの広告化、宿敵肺力士思向の追放など、いずれも成功を収めている。また、シチリア王国と婚姻関係を結んで、 南イタリアにわずかに影響力を保持し、息子ハインリヒロクセイのシチリアを一体感に繋げている。1189年、第3回十字軍の総司令として出征。翌年にイコニウムの戦いで、アイユーブ長軍を打ち破るという大戦果を収めた。しかし、翌年6月、小アジア南東部、キリキアのサレフ川にて溺れて放擁するという意外な最後を遂げた。 この意外な最後によって、多くの人はこの皇帝の法業を信じられず、そのため口実するような伝説が生まれた。1147年、フォーブルク編共白ディポールト3世の娘、アーデルハイトと結婚したが、1153年に離婚した。子供はいない。1156年、ブルゴーニュ女白ベアトリス1世と再婚、12人の子を設けた。中世の民間信仰では、 帝国が再び彼を必要とする時まで赤ひげ王は生き続けているとされている。トリフェルス城内で、キーフホイザーで、ウンタースベルクで、と諸説あるが、帝国が危機に陥るとカラスがその上を飛び回って知らせ、彼は長い眠りから覚めて立ち上がり国に、再び映画と平和をもたらすのだと言われている。ありがとうございます。